メジャーデビューを目指しております。サクラメントさんです。どうぞ。こんばんは、サクラメントです。よろしくお願いします。アルフィーではございません。カタカナでサクラメントですね。今日皆さんに覚えてもらいたいと思ってますので、今日はよろしくお願いします。僕らサクラメントはですね、2010年に、秋田市出身の、秋田市さくら中学校出身の2人組なんですけども、2010年に東京の方に上京しまして、今東京で活動してるんですけども、今年の2012年5月の30日にめでたくインディーズデビューをさせてもらいまして、サマータイムというシングルでデビューさせてもらったんですけども、とにかくいろんな人に音楽を聴いてもらいたい、そして秋田の皆さんと一緒に、ここにいる皆さんと一緒にメジャーに勝ち上がっていきたいと思って歌を歌っておりますので、今日音楽を聴いた方、ぜひぜひサクラメントのことを覚えて帰ってもらいたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ボーカルのこちらの人が小野哲平くんです。秋田市立さくら中学校出身の、はい、秋田工業、秋田工業出身で、はい、そうなんですね。S か M かと言われますとド M ですね。よろしいですか。そこら辺やや受けなね、よくそうなのに滑るんだよね。で、三浦素直くん、ギターボーカル三浦素直、はい、こう見えて平成生まれです。こう見えてっていうのはどうかなと思うんですけどね。この2人組で小野哲平と三浦素直で2人でサクラメントとして活動してますので、はいはい、まずはちょっと聞いてもらおうか、歌を。今日からちょっとサクラメント の, あのサクラメントのお客さん、サクラメントって言うんですけども、うん、ちょっとそこら辺にいるんですけどね、もっと前来ていいですよ、がっつり前来て、うん、今日からもう9月になっちゃったんですけど、応援隊の方々が今日来てくれてますので、ね、ありがとうございます。9月になっても喋らせろって今日から9月になっちゃったんですけど、はいはいはい、まだ僕ら夏の曲っていうのは結構多くてですね、はいはいはい、1曲目に歌う曲とか、はい、夏の曲になってるんですけど、1曲目とか2曲目とか曲とか、はい、夏の曲になってるんですね。秋田さ来ればなまるやな。まあ地元ですからね、うん、そしたら夏の曲一発目に行こうかなと。はい、しゃべりは下手なんですね。まず歌聴いてください。ではお届けしましょう、品川シーサイド。奪われそうな視線、
差しと共に現れて赤い夕日と共に消えてゆく知らないままそっと離れたね君は手をつないではしゃいだあの記憶振り切りをした明日の約束抱きしめた君のぬくもりだけは最後に僕らのデビューシングルをお届けしましょう。サマータイム。二人で紡いだ夏のかけら拾い集めて二人でまた繋ごうか逃げない会話で決まるんだ夏の経過準備したくのに前会いたいな今年の夏も全てを決めるのはあの毎年これいいのだ何を持っていく去年持ってかなかったもの持っていく荷物なく一つじゃ足んないや車一台に収まんないやいつまでもこの気持ち忘れてみたいいくつになっても誰と言っても夏を楽しんだ今この胸の気持ちを気づかれないようにそうとしてもだけ夏を感じる波の音と揺れる気持ちよ見渡す限りに青い空白い砂に向かうのは夏の日過ぎる日もまた明日に続く確かもっかいくぜ空に手を伸ばしてみたら太陽さえもつかめる気がして今年も描く夏の理想を忘れない It's better summertime この行くぜ最後いて空に手を伸ば
さまた。皆さんの応援が欲しいです。本当に本当にこれから頑張りますので、サクラメントをどうぞよろしくお願いします。じゃあサクラメントでした。ありがとうございました。